ダルビッシュがパドレス移籍報道にまだ決まっていないです。メジャーリーグカブスのダルビッシュ有投手34が29日ツイッターでパドレス移籍決定を否定した。米複数メディアは28日、日本時間29日、パドレス移籍決定を報じた。ダルビッシュとカブスとの間で6年契約で2023年まで総額5900万ドル、約62億円の契約を残している。ダルビッシュは12球団に対してトレード拒否権を持っているが、この中にはパドレスは入っていない。しかし、ダルビッシュは移籍決定報道に対してツイッターに、まだ決まってないです。自分のトレードが確定したみたいな情報が有力な筋から出てきだしたけど、自分の携帯は鳴りません、どういったシステムなんでしょうかと加熱する報道に釘を刺した格好だ。